はい、どうも、こんちゃくらいです。というわけで、今回のラインナップはこちら。はい、というわけでございまして、今回はですね、先日まで開催されていた最強決定戦の結果発表と、その後ですね、シンクロスカウト。こちらもね、先日から来ていたんですが、まだね、回していなかったので、この2つをね、合わせて1本の動画でやっていきたいなと思います。シンクロスカウトも確か今回が登場2回目だったかな。まあ、このスカウトに関してはね、回す方なかなかいないガチャだと思うので、まあ逆にね、どんな引きができるのかっていうところを見たい方もたくさんいるんじゃないかなということで、がっつり回していきたいと思います。ということで、早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずは最強決定戦の結果発表からやっていきましょう。最終結果こちらでございます。はい、というわけでございまして、最終結果98位というね、結果でございました。このリーグ別の最強決定戦なんですけれども、去年のこの時期にね、ちょうど開催されていた、同じタイミングのね、最強決定戦で24位という結果でございまして、まあこれがね、このリーグにおいて、この最強決定戦において最高順位だったかなというところだったんですけれども、まあ残念ながらそこは更新することはできませんでしたというところでした。まあただね、そんなに今回のオーダーに関しては、まあ動画の中でもあんまり作り込んだ話はしてなかったと思うので、まあまあそんなに作り込まなかった割には、まあ良かったのかなというふうに思っている部分ではございます。まあどんなオーダーで戦ってたかとかっていう話に関しては、多分先日挙げているオーダー紹介の中でね、この最強決定戦に関しても触れておりますので、まあぜひですね、そちらの動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。で、まあさらっとですね、選手成績の方を見ていきたいと思うんですが、まあなかなかね、このセリーグオーダーで戦うこともないので、この個人成績もね、個人的には面白いなと思ってるんですけど、まずは野手から見ていきましょうか。はい、野手第1位、成績一番良かった打率に関してはビシエロ選手でしたね。まあこのビシエロ選手はアニバーサリーのものを使っているんですけれども、ミートとパワーをね、称号でなんとかどちらも永遠に、して使っているんですけれども、非常に高い数字、出してくれました。まああとはやっぱり野手に関しては全体的に数字高いですよね。うん、やっぱ打高投低になりがちな最強決定戦でございますが、打率が一番低かったのは山田選手か。うん、でもまあ2割6分なんで、まあまあといったところかな。で、最多安打はおそらくビシエロ選手かな。あ、坂本選手ですね。あ、ビシエロ選手意外と安打数は167なんだ。坂本選手に関しては193本。素晴らしいヒット数ですね。ホームラン1位は、おー、高橋由伸選手でした。あ、でも意外と少ないな。28本。140試合で28本っていう形なので、結構普段ね、30何本とか出たりするパターンもあるんですけど、でもまあ高橋由伸選手獲得してすぐオーダー入れたんでね、活躍してくれるの嬉しいな。はい。で、打点は、おー、筒香選手でした。打点130、すげえ。ホームラン27本で打点130はなかなかすごいんじゃないかなと思いますね。あとは、そうだな、盗塁とかはでもそんなに、うん。あ、でもやっぱり山田選手はすごいんだな。21。ちょっと次元が違いますね、山田選手だけね。まあ、このオーダーなかなか走れる選手多くはないんですけども、やっぱり山田選手がすごいなっていう感じかな。あとは出塁率。出塁率はやっぱ筒香選手ですね。これ結構再現度高いなって毎回思うんですけど、筒香選手の出塁率って毎回高いんですよね。何の最強決定戦においても筒香選手に関しては本当に出塁率高いので、まあ、これは現実通りだなというふうに思います。で、最後 OPS はやっぱ筒香選手ですね。944、続いてビシエロ選手が926、高橋由伸選手も903ということで、9超えが3人ですね。はい、これは素晴らしいなという感じかなと思います。あとは守備的な部分では失策を見ると、山田選手か、山田選手が19個。まあまあ、やっぱ二遊間っていう感じなんだな。まあこれはしょうがないのかな。うん、というふうには思いますね。あとはサードで使ってる落合選手に関しては4個で済んでいるので、サード D なんですけど、まあまあ追いつけない打球が多かったりする部分はあるのかもしれませんが、まあこの数字だけを見れば全然問題はない気がしますね。はい。で、続いて投手見ていきましょうか。投手はこんな感じでございます。はい、やっぱり全体的に防御率高くなっちゃいますね。一番防御率がいい大野選手も 3.42、続いて菅野選手が 3.54、あとは4点台っていうね、感じになっております。結局ね、山口選手に関しては育成間に合わなくていれなかったんですけども、あ、でもすごいな、大野選手20勝してんのか。20勝はすごいな。最強決定戦で20勝投手って今まであんまいなかったような気がするんだよな。うん、いやすごいなと思います。あとは全体的に、あ、ちょっと西選手が貯金なかなか作れなかったかなっていう感じですけども、まあでも全員勝ち越してるので全然悪くはないかなっていう感じですね。今回に関しては適正低いところに任せたり置いたりもしなかったので、まあ、前田健太選手も菅野選手もしっかり先発で使いましたし、まあ唯一言ってもいいのは今永選手、まあ、このシリーズ中継ぎ適正 S なので別にそんなに問題ないと思っているんですが、まあ適正外に置いた選手もいなかったので、うん、まあまあそんなに注目ポイントもないかなと
というところですね。はい、ということでございまして、最終結果的には95勝43敗という感じだったんですけれども、まあ次回ですね、この最強決定戦、次はオールスターかな、まあ多分次はガチオーダーというか12球団オールスターが来るんじゃないかなと思うんですけれども、まあ引き続きそこを目指してね、最強決定戦次回はより上の順位を目指して頑張っていきたいなと思います。まああとはこの最強決定戦ね、その参戦してるリーグの結果しか見れないので、まあぜひ皆さんの結果もですね、コメント欄の方で書いていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ自分がどのリーグで何位だったかっていうところをね、ぜひコメントしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけでございまして、最強決定戦に関してはそんなところにいたしまして、ここからですねガチャの方を回していきたいと思います。今回回すのはこちら、シンクロスカウトですね。前回来た時ね、このガチャ A ランク以上の選手1人確定じゃなかったんですよね。なんですけども、絶対毎回 A ランク確定のガチャになりました。5連で毎回 A ランク確定、まあまあ悪くはないかなっていう感じですけれども、これが例えば自チーム A ランクとかだったらもっと回す人いそうなのになっていう、まあ感じですかね。ただまあこのガチャに関してはかなり運要素強いので、まあそんなに回す方は多くないかなっていうところでございますが、今回はこのシンクロスカウトを上限6回まで30連ですねやっていきたいと思います。でまあ狙い的にはもうこのまま自チーム DNA でいきまして、 S ランク A ランクっていうところを狙っていきたいと思うんですけれども、自チーム DNA の S ランク未所持がこんな感じでございまして、ロッペ選手、上茶谷選手、大和選手、外選手、三島選手、この5人が取れていない状況なんですが、まあ外選手とロッペ選手に関してはベストナイタイトホルダー当確しておりますし、ロペス選手に関してはアニバーサリー持っておりますので、上茶谷選手、三島選手、大和選手、この3人が来たら、一番は嬉しいなというところです。であとは A ランクは何度も言ってますが、本当にエスコバー選手の A ランクをそろそろくれよというところですね。はい、じゃあ行きましょう。シンクロスカウト1回目お願いします。このシンクロスカウトに関しては、まあ、小森スカウトとかと違って S ランクが大量にっていうのもおかしいけど、2枚とか出る可能性もあるので、 S ランクが出たら終了というガチャではないです。さあ頼む。あーまあまあ1回目は演出なし。おおお、山崎朝香選手 A ランク、ありがとうございます。おいいですね、 A ランクこんだけポンポン出るのはありがたい。本田選手連チャンからの西川選手、ありがとうございます。 OK、 A ランク3枚全然悪くない。 OKOK、 しかも今のところ何も確定ないところですからね。はい、じゃあ2回目いきましょう。2回目は全員自チーム選手が確定です。さあここで S ランク出たらついな。これで S ランク演出が出たら自チーム DNA の選手が確定です。さあ頼む。ここよ。2回目と4回目結構重要。まあでもそっか、これでここが A ランク確定になったことで、ここは自チームの A ランクが絶対来るんですね。はいはいはい、まあまあいいでしょう。さあ3回目、ここは S ランク登場確率2倍です。頼む。ここでまず1回 S ランクを引くにはここがチャンス。 5% 頼む。 2.5% の2倍 5% 来て、頼む、お願いします。カモン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 、カットイン。あー割れて割れて、あードン。おー、ビシエロ選手の A ランクいいですね。まあビシエロ選手はね、まだミートとパワーどっちは決めていないんですけども、ただビシエロ選手もね、ベストナインタイトルホルダー登場する選手なので、まあちょっと置いときたいかな。 A ランク育成して待ちでもいいかなって感じですね。はい、じゃあ4回目いきましょう。登場選手1チーム確定。ここでさっきと同じです。 S ランク出たら熱い、お願いします。さあどうだ、 S ラン確定頼む。 2.5% の5連はかなり厳しいけど頼む。あーまあ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 、ドン。おー宮崎選手ですね。これで自チーム A ランクは2枚来ました。上里選手ありがとうございます。いやー、エスコバー選手マジで引けないな。本当にエスコバーの A ランクずっと求めてるんですけどね、マジで引けない。 OK、 残り2回、5回目いきましょう。よいしょ、頼む。ちょっとワクワクしたい。動画的にも見せ場欲しい。いやー、ドン。おー日本ハム太田選手いいでしょう。太田選手もいつかオーダーで使いたいですね。まだ A ランク結構育成はしてるんですけど、オーダーで使ったことは1回もないので、うん、まあいつかオーダーに入れたい選手の一人ですね。はい、 OK、 ということでラスト6回目いきたいと思います。登場選手はすべて自チーム選手確定プラス S ラン確率2倍です。ここ重要マジで。まあこれが一番のチャンスですね。ラスト6回目お願いします。頼む。30連 S なしは全然ありえることだけど悲しい。頼む頼む。最後のチャンス。
はい、というわけでございまして、シンクロスカウトは悲惨な結果だったので、本当は引くつもりなかった最強決定戦、Sランク契約書を引いちゃいたいと思います。一番の狙いは、日本ハム金子千尋選手です。選択契約書で迷った金子千尋選手が来たらマジで神引き。あとは DNA で持ってない実チームの選手。じゃあ行きましょう。お願いします。よいしょ。さあ、今日一度も見れなかった確定演出ありがとうございます。さあ、最強決定戦報酬誰が出るか。ラスト。行きましょう。よいしょ。